令和2年10月26日、阿蘇市黒川の阿蘇警察署で、阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇がこれまで制作協力した防犯対策の動画及び広報活動に対し、阿蘇警察署長から感謝状が送られました。阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇では、今年度阿蘇警察署との共同制作として、 ストップ、電話でお金詐欺、新型コロナウイルス編や、車上狙いを狙い撃ち、前編などのドラマ仕立ての防犯対策動画、阿蘇警察をシリーズでインターネットで配信しています。これらの動画は、コロナ禍で防犯などの広報活動ができない状況を何とかしたいという阿蘇警察署からの提案で実現したもので、 阿蘇警察署員が演じる刑事ドラマというユニークな動画として話題となりました。また、民間と阿蘇警察署がタッグを組んだバイクの事故防止を訴える阿蘇ペースライダープロジェクトの PR 動画なども制作しており、これまでの動画制作などが阿蘇警察署の広報活動に大きな効果があったとして、今回の感謝状の贈呈となりました。 贈呈式には、阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇を運営している、阿蘇テレワークセンターの松尾紀子次長をはじめ、動画制作に携わった職員らが参加。内田吉郎所長から感謝状と、熊本県警のマスコットユッピーのぬいぐるみが記念品として贈られました。またこの日、阿蘇インターネット放送局 WebTV 阿蘇から、 動画 PR のたたため制作ししポスターも送らられれ早速所長室に飾られていましたシリーズ、阿蘇警察は今後、車上狙いを狙い撃ち後編や交通安全の手前運動を PR する動画を配信する予定ですウェブ TV としてです、ね、少しでもこの事故を減らしたいという警察官の気持ちに応えることができて本当によかったなと思ってます。 あの警察官ということで、ですねなかなかの演じることはみんな苦手でと思っていまして、私、最初は大変心配しておったんですけれども、まあ、あの十分、あそしの皆様にですね、また上山村の皆様にも見ていただける内容となったんじゃないかなと思っております。今あの、防犯関係からスタートしましたけれども、交通事故抑止ですね、交通部門の方でも、あのこれを広く皆さんに見ていただいてですね。 交通事故の防止に役立て,てばと思っております。